今日は曇りだな。最近ずっと晴れだったからな、沖縄。マジで？ちゃんまり！ちゃんまり！ちゃんまり！ハイサイ！いや、だいぶ興奮してます。だいぶ興奮してます。落ち着け。はい、ということでですね、昨日8月28日にですね、海外の方でソニーの新しいミラーレス機が発表されました。イエイ。はい、発表されたものは α6100 とそれから α6600 というカメラなんですね。で、僕がなんでこんなに興奮してるかっていうと、僕が待ちに待ったカメラの一つが α6500 というですね、ソニーのフラッグシップ APS-C 機の、後継機。これを僕ね、ずっと待ってたんですよ。うん、それがやっと販売されるということで、僕はすごく心が躍っております。はい、まずですね、情報を少しまとめていきましょう。まず α6600 の方から説明していくんですけれども、こちらはですね、α6500 という、先ほども説明したようにソニーの APS-C 機のフラッグシップの後継機種であると見られていてですね、 APS-C サイズの、2420万画素の CMOS イメージセンサー XMOA を搭載してますね。1600ユーロということで、まあ、日本円に換算してみたんですけれども、だいたい18万7千円ぐらいの価格になりますね。α6500 が、僕買った時いくらぐらいだったかな、多分15万ぐらいだったと思うんですけど、まあ、値段もおいおい発表されていくと思うので、そのあたりも楽しみに待ちましょう。はい、で、この α6600 なんですけれども、増面位相差、それからコントラストオートフォーカスともにですね、425点のオートフォーカスポイントを搭載していて、最速 0.02 秒で合焦できるファストハイブリッド AF っていうのを採用しているんですね。で、リアルタイムトラッキングとリアルタイム瞳オートフォーカスにも対応しているので、まあ、人だけじゃなくね、あの動物とかそういうものの瞳も追っかけてですね、ピントを外さないっていう、そういう感じです。うん、これはすごい。動画でも対応してるっていうのがまたすごく嬉しいところですね。ちなみにね、このリアルタイムトラッキングっていうのはどういう機能かっていうと、僕が今この動画を撮影している α6400 という機種にも搭載されているので、ちょっとお見せしますね。僕の顔を見ていてください。絶対にピント外れないです。いきますよ。ほらほら、この速度で前後してもね、オートフォーカスついてきますよね。すごいですよね。しかもこれ純正のレンズじゃなくてね、シグマのレンズなんですよね。え、サードパーティーでもこんな完璧なあのオートフォーカス性能があってですね、まあ、動画なんかでも本当にもう使いやすいっていう感じになります。はい、で、ボディなんですけれども、マグネシウム合金を採用していますね。このあたりはいかにもフラグシップって感じでいいですよね。で、シャッター速度なんですけれども、最速4000分の1秒のシャッターを搭載していてですね、で、連写は秒間最大11コマということで、まあ、このあたりは α6400 と同じですね。で、その他にですね、一番僕が待望していたものが5軸ボディ内手ブレ補正がね、搭載されてるんですよ、この機種。はい、で、その上にですね、モニターがこっち側向いてくれるんですよね。180度手前にフリップしてくれるので、自撮りなどに利用するのが可能なんですよね。だからこういう風にカメラに向かって喋る僕みたいな YouTuber っていうのを職業にしてる人には、本当に申し分ないカメラに仕上がったなという印象です。はい、嬉しいです。で、その他ですね、236万ドットの、0.39 型の EVF が搭載されています。まあ、EVF って何かっていうと、ミラーレスカメラってほら覗くところあるじゃん、ファインダーね。そこの中にももう一つ画面が入っていて、で、その画面を見ながら撮影するっていう、これが EVF という、ものなんですけれども、そのドット数が236万ドットあるということでね、このあたりも視認性としてはすごく十分なんじゃないかなと思ってますね。で、それから、タッチ対応の3インチの液晶パネルが搭載されていてですね、これが92万ドットということで、まあ、このあたりも、α6400 のモニターを今僕使ってるんですけれども、非常に視認性としては十分かなと思っておりますね。
まあ、なんといってもね、もうさっきも言ったからしつこいって思うかもしれないけど、あのモニターがこっち側見てくれるっていうのはね、本当に僕らみたいな YouTuber とか Vlogger にはもうありがたい限りなんですよ。なのでこのカメラはあの写真がねよく撮れるっていうのももちろんなんですけれども、こういった動画で何か配信業をしている人とか、これからやっていきたい人とかにすごくおすすめできるなと思っております。でそれ以外にもですね、グリップがかなり大型化されたようで、このグリップが大きくなるとねホールドしやすくなるんですよ。 あんまりにもグリップの方がちっちゃすぎると、男性の人だと特に指が大きい、手が大きいので、あの指余っちゃうんですよね。それをまあ改善されているということで、ホールド性が向上しているそうです。でこれただグリップが肥大化しただけじゃなくてですね、あのなんとバッテリーがですね新しく、容量が大きいものに変わりました。このあたりはねまた後ほど言及していきたいと思いますので、まあ、今はちょっと話し進めていきます。で、動画に関してなんですけれども、 4K はもちろん撮影対応しておりますね。まあ、30p でも 4K 映像撮れるんですけれども、全画素ではないということで、このあたりちょっとだけ残念だったかなっていう気はするんですけれども、あのこの動画もそうですけど、僕いつも大体 24p で撮影してるんですよね。でこの 24p って何のことかっていうと、コマ数のことなんですよ。1秒あたりに例えば 24p で撮影するか、 30p で撮影するか、 60p で撮影するか、もちろんこのコマ数が増えれば増えるほど滑らかになっていくんですけれども、この僕の手見てください。今ちょっと残像というか、カカ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 ってなんかこう残像っぽくなってますよね。これは 24p というフレーム数で撮影していて、あの映画なんかの撮影は大体 24p で行われるんですね。なのでうちの動画ってちょっと動画のなんていうのかな、質感とかこだわってるじゃないですか。そういう部分も含めてちょっと映画に近づけたくて 24p で使ってるので、まあうん、 30p で全画素対応してなくても 4K でまあまあそんなに支障はないかなとは思いますね。ただちょっと残念ですね。でバッテリーに関しては先ほども言ったんですけれども、 α9 とか α7 の3世代目とかでね搭載されている NPFZ100 というシリーズに変更されていてですね、全モデルで使用されていた NPFW50 と比べると 2.2 倍のバッテリー容量になっているということです。今使っている α6400 に関しても、NPFW50 の方なんですけれども、本当にバッテリー短いんですよ、寿命が。なんでね、かなりちょっとこの辺り困ってたんですけれども、大容量のバッテリーに対応したということで、もうこの辺りももう文句何にもないです、僕。でその他にもですね、あのハード面で見ていくと、マイク端子とかの他にですね、イヤホン端子なんかもついてます。重さが 503g ということで、かなりこれは軽いんじゃないかと思います。今僕が使っている α6400 に関しては 403g ぐらいだったと思うので、ちょうど 100g 増えたって感じですね。まあこの 100g 増えた部分はイヤホン端子ついてたりとか、あとマグネシウムボディになってたりね、それからボディ内手ブレ補正がついてたりとかね、そういう部分があるので、まあそれらをプラスしてプラ 100g で収まるぐらいだったらね、全然買い替えますよって感じです。はい。で続いて話変えていきますけれども、 α6100 というものも、発表されました。こちら2014年に発表された α6000 の後継機種と見られているんですね。で α の6000番台シリーズのエントリーモデルになってくるのかなと思います。APS-C サイズのセンサーで、画素数は2420万画素の、CMOS イメージセンサー XMOA を採用ということでね、このあたりも、α6600 と同じです。で、オートフォーカスの性能に関してもですね、なんとフラッグシップ機である α6600 にかなり近いスペックを持っているそうで、っていうか僕が今発表されている情報を見る限りではファストハイブリッド AF とかにも対応してるしね、この α6100 でも結構満足できるんじゃないかなと思います。特に動画撮らない人なんかはね、こっちで十分かなとも思ったりしますね。はい。でこの α6100 に関しても、液晶画面こっち側を向く、要は、自撮りができるということでね、この2機種ともですね YouTuber それからビデオブロガーにもう本当に最適だと思います。ただ6100の方は、ボディ内手ブレ補正ついてないですので、そのあたりはちょっと注意が必要なんですけどね。僕はね α6400 で普段からこう手持ちで撮影してるんですよ、ビデオブログとか。うちのチャンネルのバックナンバー全部見たら大体最近のものは α6400 で撮影してると思うので、手ブレ補正なしって大体こんな感じの手ブレの仕方するんだなみたいなのが参考になると思います。
でそれを見てですね、手ブレ補正なしでも自分いいなって思った方は α6100 で安く済ますっていうのも一つの手かなと思いますので、この2機種を同時に発表するっていうあたりね、ソニーさんさすがだなと思いますね。はい、選択肢がすごい、広くてね、いいんじゃないかなと思いますね。今使ってるこの α6400 も、それから、前まで使ってた α6500 もですね、非常に写真の性能がいいんですよ。α6400 の写真の、性能と動画の性能に関する動画、下に概要欄貼っとくので見てみてください。でそれがさらにパワーアップしたということでね、もう写真もしっかり撮れるわ、小型軽量なんでちっちゃいジンバルに乗っけてね、こう気軽な旅先での、動画システムとして使うこともできるし、僕らみたいにね、こう YouTuber とか、ビデオブロガーとかやりたい人がこう自撮りでね、自撮りでね、こう動画を配信するのに使ったりとか、もう全てに対応してるかなりの神機じゃないのかなと思います。またソニーのミラーレスってね、本当にサイズがちっちゃくてコンパクトなんで、持ち出すのがすごい楽なんですよね。ということでね、今発表されている情報はまあこのぐらいなんですけれども、また追って、発売日が決まったりとか、詳細なスペック全てが発表されたら、このチャンネルで取り上げていきたいと思います。でいち早く購入してですね、しっかりとレビューをしていきたいと思いますので、そのあたりも楽しみにチャンネル登録していただければなと思います。はい、ということで、ちょっと長めの動画にはなってしまったんですけれどもね、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。はい、おすすめの動画なんかも全部概要欄の方に貼ってますので、ぜひ見てみてください。それではまた次回もお楽しみに。 See you!